こんにちは、モニカです。今回は何が罪かにとらわれすぎている人へ向けてお話しします。私は YouTube を始めてからキリスト教についていろいろな質問をいただくことが多くなってきました。その質問の中でたまに〇〇は罪ですかというのがあります。例えばこういう音楽は罪ですか、おしゃれをすることは罪ですか、趣味を持つことは罪ですか、などです。教会でおしゃれや化粧を禁止されていて、毎週ボロボロの服にノーメイクで教会へ行っていますという人もいます。何が罪で何が罪ではないかジャッジすることにこだわって苦しくなっているようなんですね。以前作成したキリスト教の罪の定義についての動画を概要欄に載せておきますので、詳しくはそちらをご覧になっていただきたいのですが、罪とは神の望みに反抗してしまうことです。ですから罪かどうかわからない物事、例えば音楽やおしゃれで神に反抗してしまわないか考えてみましょう。ここで考えてほしいのが、今までになかったものや新しいものと出会うと文句を言う人が必ずいるということです。そこでその人が新しいものにアレルギーを起こしているのか、本当に悪いから注意しているか、よく見極めてください。ここで2つの例を挙げます。1つ目はジョン万次郎のことです。初めて英語を話した日本人ですが、彼がアメリカへ渡って教会へ行こうとするといくつもの教会から拒否されました。万次郎が日本人だったからです。もし150年以上経った現代に日本人は来ないでくださいという教会があったら、人種差別だと大騒ぎでしょうね。万次郎を拒否した教会は、初めて出会ったものを拒否して神から離れてしまった例ですね。2つ目はエルヴィス・プレスリーです。1950年代、彼の音楽やファッションは悪魔だとか不良だとか散々言われていたようですが、2022年の今、誰がエルヴィス・プレスリーを悪魔的だと言うでしょうか。新しいものを拒否して悪魔だと言っている例ですね。派手な衣装もせっかく来てくれた人の前に汚い格好で現れたくないからでしょう。誰かを傷つけよう、苦しめようという歌を歌えば罪ですが、そんなことは歌っていませんよね。私としてはバスで黒人だけ分けて座るのが当たり前だった当時に、人種なんて気にせず黒人の音楽を取り入れたエルヴィス・プレスリーの方がよほどクリスチャンらしいと思うんですけどね。当時当たり前だった隣人に優しくない考え方をおかしいと気づいていたわけですから、新しいものへのアレルギーを起こした人からの文句が必ずしも正しいとは限らないことが2つの事例からわかりますね。私の意見ですが、音楽やおしゃれや趣味は、それが誰かを傷つけたり誰かを悪に引きずり込むようなものでない限り罪ではないと思うんです。例えばエルヴィス・プレスリーは神からいただいた音楽の才能を使って世界を豊かにした人だと思います。もし音楽もおしゃれも禁止されてしまったら、世界は不健康になります。真っ黒になります。第二次世界大戦の頃の日本を思い浮かべてほしいのですが、きっとあんな感じになりますね。もちろん音楽やおしゃれを神よりも上位に置いてしまったら偶像崇拝になりますが、神からいただいた才能を使って世界を豊かにするのはいいことだと思います。ですから、せっかくあなたが神からいただいた才能を抑圧するのは残念なことだと思います。あれもこれも罪だとジャッジすると自分も苦しいし他人も厳しくなり、貫通の女に石を投げる人みたいになってしまいますね。音楽や芸術の使い方ですが、せっかく良い目的で作られたものでも使い方を間違えると悪いものになります。例えばワーグナーは素晴らしい音楽を作りましたが、ヒトラーはその音楽に人の心を動かす効果があることを見抜いて国民を洗脳するために使いました。せっかく誰かが世界を豊かにするために作ったものですから、良い目的で使ってくださいね。次回はロザリオについてお話しします。チャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。最後までご覧いただきありがとうございました。